はい、えー、皆さん、こんにちはレック専任講師の雲野です、えー、今日はですね、2022年合格目標の、えー、司法書士試験、えー、中上級講座であります、えー、実践力パワーアップ講座について、簡単にご紹介をさせていただこうと思います。 この講座はですね、えー、一通り初級講座を受講された受験生の方を対象にいたしましてもう何が何でも2022年に資本書士の試験に合格していただこうというコンセプトのもと、えー、作られた講座ということで毎年たくさんの受験生の方に受講していただいている、まあ、王道の講座とということになります今後ろに載っております通り「これぞ王道2年目からの対策すべてがここに」という言葉がすべてこれをですね まあ凝縮していると思います、えー、この講座を私の方で担当させていただきますので今日は簡単にそのご紹介をしたいと思いますまずはですねこの実践力パワーアップ講座は、えー、通学クラスですと、えー、新宿エルタ本校とそして、えー、梅田駅前本校の方で実施をしていくんですが7月の末からスタートしていきますそして、えー、来年の 司法書士試験に合格するために必要なすべての要素を盛り込んだ講座ということになっていきますポイントを3つほどご紹介をしていきたいと思います今下に載っています通りですねまずポイントのその1ここですね全論点網羅で不得意を克服できる とにかく大事なところだけを選んで講義をするというようなスタイルではなくてですね、もう網羅的な講義というのを目指しております。ですからもちろん大事なところ、そうでないところというところのメリハリはつけますけれども、全く取り扱わないという箇所は設けないように、 全ての論点についてコメントをしていく解説講義をしていくというところに重点を置いているですので1年目のところで例えばあ,のある特定の分野を勉強することがなかなか時間の問題できなかったというような方についてもですねその スタートする解説のスタートラインは初級講座と同じぐらいのレベルからスタートしていきますので、えー、全く初級講座のところでそのある分野だけすっぽり抜けちゃってるというような方にもその部分のですね、えー、埋め合わせにも使っていただくような形になります、えー。とにかく全論点を丁寧に網羅して講義をしていくという点が最大の特徴ということになっていきます。 そしてですね、えー、2つ目のポイントというのが、えー、頼れるペースメーカーとして並走するというふうに書かれているようにですねとにかく2年目以降の受験生の方にもうペースメーカーをおー皆さん ベースメーカーとして使っていただきたいね。つまり今の時期何を勉強していけばいいのか、何をどれぐらいこなしていけばいいのか、非常に多くの受験生がやはり疑問に思いますし不安に思います。そういったですね疑問や不安を解消していただくために学習カレンダーを用意しまして、今の時期はこれをこれぐらいの分量をやっていけば合格のために必要十分ですよというようなですねその今の時期何をやればいいのかということを明確にアドバイスしていくこ ををけててそれを目標にしておりますですから今何をやったらいいのかわからないというような悩みが起こらないようにですね配慮していきますのでその点はどうぞ私にですね無理なく無駄なく実力を伸ばしていくそのためにせっかくインプットの講座を取るんですからこの講座を最大限生かしていただきたいなと思っております。 さあそして三つ目のポイントが司法書士試験記述問題ももちろん侮ることはできません記述式対策についてもこのパックの中で同時に十分な対策を取ることができます記述については実践力パワーアップ記述のインプット講義とそして 問題をどうやって解いていくのかという解き方の実況中継という形でそれぞれ不動産投法商業投票法分かれております。ですから記述,の記述だけのインプットそして記述の実際の問題を使ったあ、えー、解き方のアウトプット この日本柱でもってですね記述についても万全な対策を取っていただくように配慮していきます毎年ですねこのインプットとアウトプットね、しっかりと聞いていただいて記述が一年目と違ってびっくりするほど伸びたという方がたくさんいらっしゃいます、えー、自信を持ってお勧めしますのでどうぞですね我々にもうね、大船に乗ったつもりで任せていただきたいなと思いますさあそれではこの実践力パワーアップ講座なんですが七月の末からいよいよ開講していきます 通学クラスは東京の新宿・エルタワー本校そして梅田駅前本校では私の同期のですねベテラン実務科講師である赤松講師が担当していきます。 そして通信の方については私の方が担当をさせていただいておりますけれども、毎年たくさんの合格者を出している、もう本当に実績のある名門講座というふうに私自身はそう考えております。今年もたくさんの皆さんに選んでいただいて、たくさんの合格者を送り出していこうと思いますので、ぜひ本試験後のですね、各種イベントや様々な、 ガイダンス等にですね、えー、ぜひ参加をしていただくか、または YouTube などでもって、えー、それらの映像をご覧になっていただきたいと思います。そして、えー、実際の講座のご質問等についてはレックの各本校、えー、またはあーホームページ、そして、えー、コールセンター等でも受け止まっておりますので、ぜひご質問をしていただければと思います。とにかく2022年に皆さん方を合格させる気満々ですので、えー、我々にですね、ぜひその皆さん方のやる気とね。 ついをですね、えー、持った皆さん方その私たちに託していただきたいなと思います合格させますよそれではあの今日は2022年合格目標の実践力パワーアップ講座について簡単にご紹介をいたしました、えー、皆さんご清聴どうもありがとうございました